社民党党首福島みずほさんです。強くやります。はい、どうも皆さんこんにちは。こんにちは、こんばんはですかね。国会前に集まられたお一人お一人の皆さんに心から連帯のご挨拶を差し上げます。社民党党首参議院議員福島みずほです。皆さん、大阪府知事が緊急事態宣言出すように要請をしました。緊急事態宣言2週間でやめて解除をし、そしてその後まん防、まん延防止特別措置、そしてその後東京や大阪でまた緊急事態宣言が出されようとしています。どうですか。尾身さんが第4波だと言っても菅総理それをまだ認めていません。菅内閣のやっていること、安倍内閣、菅内閣、このコロナ対策どうでしょうか。あまりに後手後手、あまりにケチケチ、あまりにトンチンカン、あまりに尻滅裂ではないでしょうか。アベノマスク500億円かけたんですよ。トンチンカンじゃないですか。 GoTo キャンペーン1兆数千億円、尻滅裂じゃないですか。コロナを抑えたいのか抑えたくないのか、尻滅裂の政策をやっています。それは安倍政権、菅政権が人の命と暮らしを守ることが政治なのだという自覚なくして政治をやっているからではないでしょうか。だから政治を変えたい、そう思います。たくさんの人たちに生きたいけれども生きられない、死にたくないけど死んでしまう、そんな人たちをたくさん見てきました。地面の底が抜けるような生活をする、まさにその状況がある人たちにたくさん会ってきました。今政治は本当に腐っています。皆さん、こんな政治を変えていこうではありませんか。今国会に出ている法案、入管法改悪法案、送還忌避罪という新たな犯罪を作り、難民認定やっていても追い返す、そんなひどい法案が国会で出ています。野党は対案として入管法の改正法案、そして難民保護法案を出しています。こちらこそ通すべきではないでしょうか。デジタル庁関連法案、まさに個人情報が守れません。総理大臣をトップにデジタル独裁、デジタル監視社会を作る、こんなデジタル庁関連法案、賛成しないで葬り去っていこうではありませんか。そして重要土地規制法案、米軍基地、自衛隊基地、原発も入ると言われています。周辺1キロとも言われる、2キロとも言われるスカスカの法律ですから、今度青少年に委ねられます。そこはなんと監視されるんですよ。住所、氏名やいろんなものを出さなくちゃいけない。最後は青少年でどうなるでしょうか。思想心情や職業やいろんな言葉で書けと言われるんじゃないでしょうか。まさに戦前の地帯要塞地帯法や、まさに軍事機密法につながるような、まさに基地、米軍基地、原発の周りの人々が監視される。沖縄だったら米軍基地がたくさんある、周りの人たちをまさに監視する、こんな重要土地規制法案、賛成するわけにいかないじゃないですか。どうですか。そして憲法改正のための国民投票法案、微調整して、そして成立させようとしています。いつでもいつでもいつでも政府与党が改憲発議したければ改憲発議できるような、こんな憲法改正のための国民投票法案、今国会でどんなことがあっても成立させないために力を合わせていこうではありませんか。窓口で75歳以上2倍の負担、200万以上だったら2割負担、こんなのおかしいですよ。そして医療法の改悪法案、公立病院、公的病院統廃合再編進める、おかしいですよ。このコロナ禍の中でなんて病床削減するところに税金出すんですか。どっちなんだ。これ以上これ以上国民の生活を壊すな、これ以上これ以上人の命を傷つけるな。皆さん、政治を変えましょう。今まさに広島であの
参議院の再選挙です。再選挙、無効になった選挙の再選挙です。そして長野、そして北海道、勝ちたいです、勝ちたいです。まさに菅政権の終わりの始まりをみんなの力で作っていきましょう。頑張ります。ありがとうございます。福島みずほさん。